ただいまより金子しおりから皆様に挨拶があります。こんばんは、金子しおりです。この度、昨日したはずのお皿洗いを3割洗い残してしまったこと、本当に申し訳ないと思っています。皆様にご迷惑をおかけしたことを本当にすいませんと思っています。あなたはですね、 Google プラスにやばい、もうすぐ帰ってきちゃう、みんなが言うから香り団にバレてしもうたや、寝たふりしよう、そうしようと書いていますが、どういうことでしょうか？それは誰が書いたんですか？金子しおりです。モバイルから一般公開されてますが、どういうことですか？その件に関しては本当に申し訳ないと思っています。どういうことですか？なんで洗ってないんですか？いや、違うんですよ、私は朝起きたら残ってたやつを全部洗いました。でも私今洗ってきたんですよ。あれは出口亜希さんの残骸です。でもコップが3個ぐらいあったんですよ。なんで3個洗わなかった？3個じゃない、2個2個2個。なんで3割分洗わなかったんですか？え、違う、なんで残したんですか？間違えました。ちゃんと謝ってください。はい、この度洗い物を3割残してしまって本当に申し訳ないでした。出口亜希さんとの約束は果たしてませんよね。昨日出口亜希さんとはお風呂入ってませんよね。さっきまでモヤモヤキュンとかやってたんじゃないんですか？やってないですよ。ちょっとね、入ってないですよね。ちょ鍵を二重にかけて亜希さんを入れてませんよね、お風呂に。その件に関してはどうしてるんですか？その件に関しては本当に申し訳ないです。閉めてください。これからは亜希さんともお風呂に入り、お皿もすべて洗うことをここに誓います。平成何年2月2日2日金子しおりよりおやすみ。